それでは、ご質問の方を受けたいと思いますので、挙手をね、はい、どうぞ。前から2番目の女性の方、どうぞ。ムンディジャパンの尾身と申します。今日大変素晴らしいパネル、いろいろ示唆に富む内容で、とても、私としてはすごく嬉しく思っておりますけれども、やっぱりその今、その日本のですね、企業さんにおいて、女性の登用というものが、進んではいるものの、基本的に社外のですね、取締役であったりとか、社外の監査役という形での登用が多くてですね、中から、監査役、そして今回、取締役ということで、登用されるということは、すごくまだ少ない例ですので、すごく素晴らしいことだというふうに私としては思っております。で、そういった中でですね、いろいろお話をお伺いする中で、そのいろいろと候補者、すごくある意味、ダイバーシー、すごく進んでいったんじゃないかなと思うんですけれども、とはいっても今、その管理職の比率が、2012年で女性管理職2.9%というところだったということと、そこをですね、この6年ぐらいで倍、すごく進めてきたわけなんですけども、ただまだこれから2025年10%に向けていくには、まだまだそのさらに加速していかなければいけないのかなというふうな状況だと思います。で、そういった中で、そのダイバーシティマネジメントを御社がこの進めていく上で、この例えば次世代のこの経営の、候補者をいろいろトレーニングされていらっしゃると思うんですけれども、そういう中で特にダイバーシティを進めていくためのこの仕掛けだとか仕組みだとか、そういったものがどのようになっているのかとか、今までその2018年にかけて女性管理者を倍増してくる中で、あったいろいろな課題だとか、あるいは成果というものも、ぜひ教えていただければというふうに思います。じゃあちょっとこれ私からでよろしいですかね。おっしゃられるように、多分ダイバーシティ経営を多分、数値目標的に多分 KPI とかにですね、入れていく必要性はこれからあるかもしれないなと思っています。で、ただ今そのちょうど倍増計画を出して、でその後は取り組んできたことで、結構重要だなと思っていますのは、例えばですね、育児休職に入られた女性の方が、やっぱり会社との接点をどうやってキープしていくのかって、そういうところは結構早く帰ってきてほしいって期待感がやはり伝わらないとですね、なかなか戻ってきてくれないっていうところがやっぱりあります。ですから、例えばその職場の上司から、実はお手紙を書いて、早く帰ってきてねじゃないですけど、期待してるからねと、ちゃんと能力も、ちゃんと向上してくださいねみたいなですね、そういう非常にヒューマンタッチな話ですけど、そういうことをやったりとか、実はどうやって期待をしているかっていうのを伝えていくかっていうことは意外と重要だっていうのが、実はいろいろディスカッションしている中から、もう期待されてないんじゃないかなって思っちゃいましたとかですね、そういう意見がやっぱりあってですね、ですから例えばその会社のインフォメーションを育児休職されてる方に、定期的に送るような、もちろん今ネットで送れますから、そういう仕組みですとか、そういうなんかサポートの仕組みをして、それから、管理職に、あとなりたくないっていうか、そこに実は結構やはりなんかシーリングみたいなのがちょっとあって、ですからそれをどうやってなんて言いますかね、気持ちをちょっと変えてあげるかとか、そういうことは重要だと思うんですけど、いかがですか、それ以外にも。そうですね、今の、シーリングの話、よく女性にはガラスの天井、グラスシーリングがあるというふうに言われていますので、各事業会社とかでも結構女性の、オープンカフェ的なのをやって、我々は別に管理職になることが怖いことではないよ的なことも含めて、あるいはあの人みたいな働き方は私できないわではなくて、いろんな管理職のスタイルがあるということを、これだけ人数も増えてきましたので、いろいろ示せるのかなというようなアクティビティは進めているのかなというふうに思います。私も実際そういうの何回もやっています。各主要会社にダイバーシティ推進室もありまして、女性社員自身がもっと自分のキャリアをアップしていくような研修を行ったり、あるいはその上司に対して今
期待が必要だというような、配慮と期待両方、必要かもしれませんが、育児期などには配慮ばかりになってしまうようなことがないような、両方が必要じゃないかというような研修ですとか、やはり会社側、上司側、あるいは本人両方に対するアプローチも必要だと思いますし、やはり多くの女性がやっぱりまだまだこれだけ社員数はいても自分の分野でこういう人になりたいなという人が、間近にいないという場合もあるので、社外のいろいろな女性のネットワークにも積極的に参加をしてもらったりして、これだけ頑張ってる人がたくさんいるんだということを見てもらうというようなことの取り組みもやっています。制度的にもいろいろな取り組みをしてきてます。例えば評価みたいなものについて、例えば短時間勤務をしている人の評価について、例えばその普通に働いている人とじゃあその評価が低くならないかどうかというデータを全部チェックして、下回らないような管理だとかですね、結構きめ細かなことはいろいろやっています。例えばもうだいぶ前になりますけれども、その前は例えば転勤してどっか転勤しないと管理職になれないとかって制度ありましたけども、それはもう全部そういうのやめましたし、その場所で、管理職になれるような仕組みに全部変えてきてます。そういう意味では制度的なサポートと、あとその何ですかね、マインドのサポートみたいな、そちらの分まで両方やっているということだと思います。はい、ありがとうございました。それでは他に、はい、じゃあどうぞ。すみません、キュウリサーチの副島と申します。よろしくお願いします。質問2つなんですが、まず女性ということで見たときに、その離職率、御社の離職率で見たときの男女差ってあるのかないか、これについて例えばその女性の方が低いとか男性の方が高いとか、そういうものがあれば教えていただきたいというのがまず第一です。でもう一つ、例えばそれがあったときに、その御社ではどういうふうにその工程の分析をもしされてて、今後こういう形で改善していきたいというのがあれば、それも教えていただきたいというのが質問の1点目です。それから2点目が、先ほどその多様な人材の活用の中で外国人が 40% という数字いただいて、でこれM&A が増えてきて海外の会社で働いていらっしゃる方多いというのが理解できるんですが、一方でその本社含めて御社 その国内 その NTT というふうに考えた場合に、そのいわゆる外国人の採用についてどういうふうにお考えなのか、これは例えば事業の性格上これはあんまり難しいなというふうにもう捉えられているのか、それともやっぱり女性を増やすというように同じように、例えばその本いわゆるこう御社 その意思決定に入ってこられる方でもう少し外国人の人を含めてもう少し多様性を持たせたいという考えがあるのかどうか、これについてお聞きしたいというのが2点目です。よろしくお願いします。まずじゃあちょっと 2点目の方からお話しさせていただきますと、持ち株会社の中には、その実は外国人の方が働いている方がいらっしゃいます。例えばIT のセクションとかで、そのグローバルな IT やっぱり見ないといけませんので、そこの責任者は、ディメンション元ディメンションデータの人間を、来てもらったっていうか、実際には新たに雇い直してますけども、そういうケースはだんだん徐々に増えてきて、HR なんかとこにもおりますし、そういう意味じゃ、数は 徐々にですけれども、やはり増えてきて、それはやっぱりグローバル経営をしていくのに必要なので、それはやっぱり単一の日本人だけじゃ難しいということがあります。で1点目の方ですけれども、ちょっと今数値は手元にありませんけれども、多分やっぱり女性の方が離職率は高いのはこれは多分事実だと思います。で、そこは何て言いますかね、例えば制度的なサポートで配偶者の方が転勤して、その時に、どっか別の場所に一緒についていかれると、で でその後もまたでも帰ってきてくださいねって制度があるんです。ですからちゃんと元に、のとこで再雇用してするような制度ですとか、そういうやはり何ですかね、ライフにはいろんなイベントがやっぱりありますので、そのイベントに対してどれだけその温かいというか、そのカバーできるような仕組み作りをしていくことがやはり重要だと思ってますんで、なるべくいろんなそのご意見
を聞いて、それでそれをまあ制度に反映していくという、地道な努力だと思いますけど、そういうことをやっていくことが重要だと思っています。はい、ありがとうございました。